さあ始まりました、ポリステーションうるまのコーナーです。本日もうるま警察署からお越しいただいております。それではラジオをお聞きの皆様へお声の紹介も兼ねて自己紹介お願いします。はい、 FM うるまのリスナーの皆さんこんにちは。うるま署生活安全課少年歩道職員の花城です。はい、よろしくお願いします。花城さん、今日はどういったお話ししていただけますか？はい、今日は SNS トラブル防止について、児童虐待防止について、闇バイトについて、自動車盗について、暴力団排除薬物乱用防止について、路上寝防止についてです。はい、では早速SNS トラブル防止についてお話をお願いします。はい、夏休みも終わりましたが、夏休みの期間中にスマートフォンを利用する時間も増えていたのではないでしょうか。便利で多機能なスマートフォンを利用する前に考えていただきたいことが2つあります。1つ目は有害サイトへのアクセス対策です。世界中にアクセス可能なインターネット上には、子供にとって有害と思われるサイトや、誰にでも有害な通信機器の不正動作を目的とした悪質なサイトが存在します。そのようなサイトへのアクセスを防止するためにおすすめなのが、フィルタリングです。フィルタリングの利用方法やメリット、デメリットについて、スマートフォン販売店のスタッフへお尋ねしてみることや、セキュリティアプリを導入することをおすすめします。二つ目は SNS トラブルです。家族や友達のほか、世界中の SNS アプリ利用者とメッセージや写真をやり取りしたり、時には位置情報を共有できるなど、便利で多機能な SNS アプリが多数存在します。実際に相手と会って話すなら、雰囲気や表情から何でもない言葉がメッセージになると、ひどく人を傷つける言葉に感じ、名誉毀損や暴行事件に発展したケースもあります。対面での会話とは違った、受け取る側の立場を気遣った特別な言葉選びが必要になります。そして SNS を利用する際に忘れてほしくないのが、一度インターネット上に流出した情報の回収や削除はほぼ不可能ということです。操作ミスなど意図しない流出リスクに加え、悪意を持って情報を狙ってくる者もおり、名前や学校、家などの個人情報を特定され、犯罪に巻き込まれる事例は後を絶ちません。中にはライブ動画でやり取りしただけで、画像を送ったつもりはなかったのに、仲のいい相手がスクリーンショットを撮っていて、それが意図せず流出してしまった事例もあります。犯罪者を特定し、検挙したとしても、先ほどお話しした通り、一度流出した個人情報の回収や削除は現実的にほぼ無理で、被害者の心理的負担は長く続くことになります。ご本人のみならず、お子さんや家族が被害者になることがないよう、通信回線に載せる個人情報は、本当に流出しても構わない情報か、今一度よく考えてご利用するよう、身近な方と話し合ってみてはいかがでしょうか。以上、SNS トラブル防止についてでした。はい、ありがとうございました。続いて、児童虐待防止についてお話をお願いします。はい、日頃より子どもの泣き声通報や迷子など、児童虐待の情報提供ありがとうございます。今月も引き続きよろしくお願いします。あなたの気づきが子どもを守ります。子どもへの虐待行為が、子どもの心身に深刻な影響を与える前に、より早く発見して対処することが重要です。ちょっとおかしいな、虐待かも、と感じたときは、相談、通報をお願いします。例えば、子どもたちだけでうろついている。洋服が2、3日同じで、お風呂に入っていないような状態。子どもの泣き声が続いている、など、匿名でも構いませんので、情報提供をよろしくお願いします。その際は、児童相談所全国共通ダイヤル189、いち早く番をご利用ください。
お近くの児童相談所につながります。以上、児童虐待防止についてでした。はい。では、続いて闇バイトについてお願いします。はい。皆さんは闇バイトについて知っていますか？闇バイトとは、SNS やインターネット掲示板で短時間で高収入が得られるなどの甘い言葉で募集し、詐欺の受け子や出し子、強盗の実行犯などをアルバイトとしてやらせるものです。闇バイトでは、応募した人が犯罪組織の手先として利用され、犯罪者となってしまいます。また、闇バイトを辞めたいと思っても、応募の時に送った身分証明書から、家に行く、家族に危害を加える、などと犯罪組織から脅されてしまい、逮捕されるまで辞めさせてもらえません。逮捕された後に待ち受けるのは、懲役や被害者への損害賠償です。もちろん犯罪グループは助けてくれません。闇バイトは使い捨てなのです。安易に闇バイトに加担すると重大な結果を招きます。もし闇バイトに申し込んでしまったときは、最寄りの警察署へご相談ください。はい、ありがとうございました。続いての話題もお願いします。はい、続いては自転車の防犯に関するお知らせです。はい。現在、うるま市内における自転車の盗難被害が多発しています。場所は自宅やアパートの駐車場だけではなく、大型商業施設などでの被害も確認されています。自転車には必ず鍵をかけるようお願いします。また、鍵かけは2箇所以上の2ロック、できる方は3箇所の3ロックをお願いします。その際は自転車ごと持っていかれないように、柱やガードレールなどにワイヤーでつなぎましょう。うるま署ではパトロールを強化しています。鍵かけのご協力をお願いします。以上、自転車等についてでした。はい、ありがとうございました。そうですよね、ワイヤーそのままだけだと持ってかれちゃいますからね。はい、皆さん気をつけてください。では、続いての話題お願いします。はい、続いては暴力団排除、薬物乱用防止についてです。現在、県内の暴力団は1団体22組織、組員約300名が把握されています。暴力団は甘い言葉や優しい言葉を巧みに使い、新たな組員を増やそうとしており、そのターゲットは中高生などの未成年者にも向けられています。暴力団や反社会的な集団の犯罪に手を貸さないためにも、誘惑に惑わされないよう注意しましょう。暴力団に関するトラブル、相談は、県警本部組織犯罪対策課に設置された098-862-0110、または最寄りの警察署へ連絡してください。次は薬物乱用防止についてお知らせします。薬物事案は、県内において未だ後を絶たず、高校生や未成年者が薬物所持や薬物使用で検挙される事案が増えております。薬物を使用すると、本人のみならず、家族などの周囲の人、さらには社会全体に害悪を及ぼします。この機会に薬物乱用が重大な犯罪であることを強く認識していただきますよう、よろしくお願いします。以上、暴力団排除、薬物乱用防止についてでした。はい、ありがとうございます。では、続いて最後の路上寝防止についてもお話をお願いします。はい。うるま署管内において、8月中は30件の路上寝込みの通報がありました。今月もコロナウイルスの感染防止に気をつけながら、適正飲酒を心がけましょう。まだまだ暑い日が続いておりますので、暑さからつい冷たいアルコール類を飲みすぎてしまい、路上で寝込まないよう気をつけてください。路上寝込みは文字の通り、まさしく路上で寝ている、爆睡している状態です。車を運転している人は、まさか道路上に人が寝ていると思わないし、昼間とは違い、街灯やヘッドライトの光だけで発見するまでには時間がかかります。気がついた時にはブレーキが間に合わず、
車にひかれる可能性が高くなり、死亡事故につながります。両方の家族が悲しい思いをしないためにも、引き続き飲酒をする際は、自分の体調とも相談しながら、適正飲酒を心がけましょう。以上、路上寝防止についてでした。はい。8月中に30件って多いですよね。そうですね。そうですね。まだまだ暑い日が続きますのでね、皆さん、路上寝防止、気をつけてくださいね。はい。本日は、うるま警察署より、花城さんにお話しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。